はいどうも、妖怪三国志ニトリオズ今回もやっていきます。はい、そしたらね、今回もやっていきたいと思います。まずはね、生配信でできなかった討伐戦のね、破天空泣きのね、をまずは仲間にしたいなと思ってます。一応今ね、空泣きは第一部隊ということで、報酬もね、空泣きですね、これはちょっと後でゲットしていきましょう。そしてね、加工派、加工派ってなんだろうね、加工党の息子かな。まあそこもね、ゲットできたので、その辺とね一緒に見ていきたいと思います。あとまたね、強い3部隊、そちらもね、一回また紹介したいと思います。はい、じゃあ今回もやっていきましょう。第一形態ね、ブリーチポカポカが有効。第二はニョロロン不思議、そしてエンマカイマっていう順になっていくみたいで、一応火がね苦手みたいなんで、ブリーチってまあ火が得意な妖怪多いんでね、あれなんだけど、まあ結構すぐね第二形態来ちゃうんで、まあまた準備しましょうかね。そしてね、ガシャがね、結構ね、コメントとかでね、出たよって人ね結構多いんで、ちょっとね自分も主家出たよとかね、あとは空天、出たよって人結構聞くので、自分の同盟内の中でもね、あとはね、前回の生配信の動画とかでも当たりましたっていう人がね結構いるんでね、まあちょっとここは日を追ってねやりたいと思います。今やったったらね、プリチのとこなんでいいと思うんだけどね。そして福コインはねちょっとなんか結構あんまりいいことは聞かないんで、もうちょっとなんか落ち着いたらやりたいと思います。そして、一応空泣きはね、破天空泣きは、今はプリチポカポカが有利です。そして火が苦手なんで、火がね得意な、まあ、プリチポカポカほとんど火が得意が多いんだけど、まあ、こんなねメンバーで今は回っています。一回ちょっとね見せたいと思います。戦いね。そして報酬がね、3回回ったんで、そうだな。まずはちょっと報酬の方、どんな感じだったか見てもらおうかな。はい、じゃあ、どうぞ。一発目。宝珠ももらえるのか?いいね。獲得しましょう。まあ、これはね、もうみんな知ってるよね。レベルも見たし、宝珠使ったら大変だから気をつけましょう。いいじゃん、 S いいね。とてもいい、今回いいかもね。もう真ん中派なんです自分は。ほらね、エスコンゲット、幸先いいな。セッション2が終わったね。獲得していきましょう。おお、 A ランクの群馬神いるね。こいつ誰なんだろう。まあいいや、行きましょう。もうね分かってんだよ。よいしょ、 OK ゲット、いいね。セッション3完了。残念、もうカラス天狗まで来ちゃった。よいしょ、という感じで、ごめんなさい、郵便の方でカード報酬ね、こんな感じで、さっき見せた通りなんだけど出てきてます。そして
加工派ねゲットしましょう。加工派獲得したということで、父ちゃんみたいなかっこいい男目指して日々成長中だぜということで、加工派と仲間になった。いいね加工派。そういえば群馬神もね、そうでもエスコンもねよくゲットできたよなって感じだよね。はい、こんな感じですかね。皆さんどうですかね、大当たりとかね出たらコメントで教えてください。はい、そしたらまた空なき行きましょう。前回ちなみに討伐戦は乗るか反るか480位だ。前回頑張ったね。一応ね、ゲットした加工派はね加工園の子供なんだね。加工園は加工トンのね弟だけどね。あーなるほど。龍然と遠い親戚、とても頼りにされてるエリート家のお坊ちゃまということでね。三国志勉強しようということで、群馬神強化で加工派ね、結構ね7凸までしました。で海魔族へのダメージアップとクリティカル率アップがいいのと、あとね継承スキルもいいんだよね。そしてイベント金貨アップなんでね、これ必ずメンバーに入れたいと思います。そして海魔のスキルアップとかってね、味方全体の力アップのスキルもかなりいいかなと思いますね。はい、そしたら一回討伐戦見せたいと思います。自分はねこんなメンバーでやってます。で一応火が苦手なんで、今回今ねプリチーポカポカ、まあ、特攻もいたらね特攻もいいんだけど、こんなんでやってますね。うん、大体プリチーはみんなね、そしてこれ加工派ね入れてます。加工園の息子ね。でイカカモネ議長もアップなんで入れてますね。はい、じゃあこれでやっていきましょう。大体ね回復でやってるね自分はね。うん、で今第一形態だけど、もうすぐね第二形態になってしまうので、そしたら今度はねニョロロンと不思議を強くしないとね。ニョロロンと不思議の日といえば、おお、この封印がやだね。召喚封印キュービだね。キュービ大活躍の予感ですね。実はヤマタも非妖怪なんだよね。まあ、ちょっとこれはね第二形態になったらお見せしたいと思います。そうだからね、今はねネコモタとかジバニャンエースを本当は育てたいんだけど、まあまあダメージはね結構与えられてるので、うん、次の準備しようかな。不思議もしくはカイマを育てる、うん、それに当てようかなと思いますかね。不思議とニョロロンってそんな育ってないからな。3部隊15体ね必要だしね。うん、今回ね A ランクも結構活躍してくれてるんで、かなりやっぱり総合力ね問われたりしてますかね。うん、ジバニャンエースもなレベル55までなってないんでね、猫股もねまだ育てとけばよかったな。はい、じゃあ3周目はいつもね、あ、これもねコンつけてね、うん、いろいろ晴れの時アップとかにしたりしてますね。封印厄介だな。さあ群馬神打てるか、やべ封印されてるという感じで1万7000か、まあこれぐらい、もうちょっといつも言ってんだけどな。バトルレポートでもそうだね、かなりやっぱ火の妖怪たちは活躍してくれてるから、火の妖怪の方がねいいのかもね。うん、みんな大活躍してるね。カッパよりもやっぱ火の妖怪の方がいいのかな。ちょっとこの辺はもうちょっと やりながら考えたいと思います。ワルノリン大活躍だから、まあ強さもね重要かなっていう感じはしますかね。はい、じゃあこんな感じで周回はしてますね。
うん、順位はね頑張っていきたいですね。はい、はい、それではね、空なきゲットしていきましょう。ちなみにまあミッションね、4セッション目なんでこれでまた少し解放してます。でちなみにね、あとね、降臨スケジュールもね変わったんだよね。そうカッパカコートン入ったんだよね。うん、なのでちょっとペアがね後半戦の方変わっていく感じかな。うん、小生きらめきがね加わったんでこの辺ね、ドロタボジバニャン金貨とかね、うん、という感じで小生きらめきね強いね。小生きらめきねマックス8663強いやつだねという感じで強い A ランク B ランク5個必要、まあ5個必要つってもね、もうここの辺は小生の証37個あるんでね。うん、という感じで小生ね1個ね変わりましたね。フィニャンがあと最後ラスト今月中にはうんあげたいね。ラストね超限界突破やりたいと思います。はい、それでは討伐戦ね、交換していきましょう。イベントかないいよね、もうやりまくるぜ本当にはい、じゃあ4万来たんで破天空なきゲットしました。この世界など絶望に沈んでしまうがいい。まあね、空なきのね悲しい話はねアニメね、うん、見てほしいね。はい、じゃあ一応空なき見ていきましょう。入手、先ほど見た通り強化までしちゃっか、一括解放、育ちやすいかな。うん、まあまあ育てやすいかな。うん、こいつは解放させちゃおう。食べ物、うん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 という感じ。じゃあ見ていきましょう。必殺技はね蛇空天中法、蛇空天中殺。そして氷が得意なんだね。そして火が苦手って感じで、さっきも見せたけど第3形態がね海馬と閻魔になってるので第3形態の時に活躍させたいなと思いますね。国取りでポイントアップなんで国取りでもね使っていきたいですね。うん、イカカモネギ町と空なきね活躍してほしいですかね。はい、そして潜在能力は不気味豪傑、この辺空なきと一緒だね。いろんな種族のダメージアップって感じかな。なるほどね。そして必殺技ね、ヒットポイント吸収も強いんだけど、取りつくがね自分に加護を与える。ヒットポイント 30% で復活が自分のヒットポイント残り 25% でねあったりして、あれ封印のやつはあれかボスだけなのか。封印はないんだね。なるほどなるほど。まあでも加護のねスキルって強いよね。だからこの辺ちょっとうまくね育てていきたいなと思いますね。これ強いよね。はい、目標は海馬だね。
一応専用コンじゃなきゃ今のところは強くできないということで、うん、専用コンね、少しずつね交換していきたいなと思います。はいはい、じゃあ今回は空転じゃないな、空なきゲットしていきました。国取りとかもね少しずつなんかアイテムが揃ってきたので、まあいろいろね国取りもね、うん、頑張っていきたいなと思いますね。はい、 1.5 周年キャンペーンのねこの交換もね楽しみですね。S 記念コインとかねやりたいと思います。あ、そんなもんかな、生配信で喋れなかったことはそんなもんかな。マネフェスガシャね、もうすぐなくなっちゃうね。うん、はい、じゃあ今ね今から始めればねいろいろな特典と、うん、リセマラでねシュカー様ゲットで始められんで、今から三国志始めるのちょっとおすすめかなと思いますね。シュカー様かなり強いんでね、カイマ族へのダメージ増加とかもあるんで、いやー強い。ということで今回はね破天空なきゲット編をお送りしました。またね必勝魂とかねいいよね、この辺もいいんだよねこの辺もね、必勝手形か3回とか使えちゃうんだよね、4回も使えちゃうんだ。例えば2回使っちゃうとこれいいんだよね。エラー出てる達成エラー出んじゃねえよ。必勝魂結構いいんだよね。経験値玉がねもらえるんで必勝魂いいと思うんだよね。まあ消費はするんだけどこうやって結構いいんだよね、経験値玉もらえるんで。なんかおまけがね多いんでね、まあいいかなと思います。まだね高難度チャレンジとかは使えないんだけど、曜日チャレンジと天下統一しか使えないんだけど、まあねこの辺もいいかなと思いますね。はい、じゃあ今回はゲット編でした。はい、じゃあ最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。そしたらね10突超突目指して頑張っていきましょう。討伐戦ね、皆さんねカードゲットにはね宝珠ね使いすぎないよう頑張ってください。はい、一応目標500以内、厳しいな、でも頑張ろう超限界突破の書はここで、あそこで1冊そしてここで3冊あるんだよね。うん、そしてうん6冊ゲットできるとね4凸できるのかな、あ3凸か。うん、はい、じゃあ後半戦も頑張っていきましょう。またねいろいろ分かってきたらね紹介したいと思います。はい、じゃあどうも最後までご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。